天下を憂う諸侯よ、よくぞ集まってくれた。だが昨今の騒乱に乗じ洛陽に入った董卓が帝を我が物とし暴虐の限りを尽くしているのだ。今こそ関心董卓を討ち朝廷の好機を改める時である。この名族袁紹の檄に応えた英傑たちを我らの手で天下に太平をもたらすのだ。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。のほど知らずのクズどもが、わしの父ゆくりんの邪魔はさせんぞ。連合軍の先鋒は孫権か。さあ来い、俺の強さ奴らに見せてやるぜ。負けるぞ。評論は出さぬ。悪と思うでないぞ孫権。戦がうまく運ぶと本所の手柄が増えてしまうからな。この地はこの韓義公が取ったぞ。この俺が負けただと。董卓殿、悪いがここは引かせてもらう。進むとすっか。敵に出くわしたら残らずぶっ飛ばせ。さあ子供が、俺を楽しませてみろ。よぶだ。名族の旗は倒れてはならぬもの。者ども、ここは何としても食い止めよう。行きますよ。
行きますわ。
そわしい圧倒的な勝利を飾るのだ。我らはここを死守する。武器をもって堅牢なる砦となるのだ。体勢を整えればあとは頼んだぞ。行きますわ。見事な戦ぶりだ。受けていただきます。一人で力任せとは下手くそな戦だの。貴様ごときがわしを倒せると思うたか。笑顔で参りましょう。よくやった。その働き覚えておく。くそ、俺とやりやがる。ここは一旦引くとするか。目立つな。つい俺がな、よくやってると思うぞ。いい戦ぶりよ。敵が果てたようだ。見事魔を引き体勢を立て直そう。行きますところで終わるのか。わしのシュチニクリンガー。逆賊トウタクを打ち払い落葉を奪還した。連合軍の大勝利よ。みんな勝ちどきを上げ。皆の者、今ここに曹操を打ち倒し天下の趨勢を確固たるものにする。この元領めにお任せください。天下を必ずや袁紹様のものに。袁家の勇士たちよ、いざ栄光に向かって進め。曹操とのこの一戦、必ずや勝利をつかむ。皆堂々と進軍を開始せよ。きっとしよう。炎症長きにわたる因縁、今こそ雌雄を決しようぞ。将軍に元領ありと神丹に刻むがいい。行きますわ。いざ将軍へ
苛烈に攻め立てん。本運長火星つかまつる。いざ参る。及ばなかったか。剣翔討ち取りましたわ。お嬢さん、いい感じですよ。見せていただきます。本運長が刃受けていただこう。大義である。こちらの城壁は私が制した。造作もないことよ。不覚を取った。炎将軍の強さこれほどとは。敵将討ち取りました。行きますわ。その働き見事というほかない。この超噴煙がお相手しよう。無念、曹操どもの期待に応えられぬとは。これで我が陣容は一層盤石よ。名族の勝士を今こそ敵を圧倒するのだ。一発芸をお見せします。曹操殿、ここは兵糧を奪うのが上手だ。敵の布陣は前向き。きっと守りを停止する。曹操軍を兵糧に近づけてはなりません。周辺を警戒しつつ守りを固めるのです。進め。立ちはだかる者は全て切り伏せよ。ここぞの場面は逃しません。不幸を焦ったが最新の演技で終わらせません。私がお前を殺すのだ。無謀か、あるいは強さに運が死ぬか。いずれにせよ一人相手には感心しない。兵器を持て。敵の構えを突き崩すのだ。進むのです。進め。我らの敗
機で勝利をつかむのだ。いい感じですわ。この地は私がいただきました。行きますよ。この地は私がいただきましたわ。厳正なる勝利。命があればやり直せる。ここは一旦引くぞ。行くわ。やるな。大したもんだぜ。このままでは厳なる戦を続けられぬ。一度引き体勢を立て直す。見事だ。お前は我が策に欠かせぬ。出遅れてしまったかと思ったけれど、この様子ではまだまだ楽しめそうだね。拾うぞ。僕がこの戦の要、何としても守り抜け。いいでしょう。守りを固めよう。俺たちが防衛戦となるのだ。笑顔で参りましょう。続けられる。一度引き体勢を立て直す。いいですね。美しい戦ぶりですよ。大義である。
孫権、いや孫悟明、覚悟盛況とは敵ながら見事よ。孫権は己の領内を盤石とすることに先進し、その中で将兵らの心も掴んできたようです。地に足がついた御人が、これは揺さぶりにくい手強い相手ですな。ならば我らは兵数と策で押し切るしかあるまい。水軍も長連でいくらか動けるようになったしな。しばらくは長江沿いに陣を敷き、水軍を増強する。しかるのち十分な兵力をもって孫を飲み込むのだ。決戦は赤壁となろうな。
ると思ったか。覚えてやれ。後でぶちのめしてやら。いいですね。美しい戦ぶりですよ。いつまでも下がってはおれん。我が義、この戦場に示さん。この動き、周到にして緻密な準備あってこそよ。すべてがこの北進への布石、そしてすべてが諸葛亮一人の差配によるものよ。なんと、うっ。ではこの度の軍も諸葛亮が。芝居殿、どこか嬉しそうですね。希代の使者と謳われる諸葛亮と対するのだ。地位を磨ききた者として、これがたぎらずにいられるか。来るがいい諸葛亮。諸君を完膚なきまでに叩く諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。芝居は容易になさるわ。皆さん警戒しつつ治療してください。
ください。遠くで怪しい影が動くのを見たのです。我が新さんを乱す輩がいるか、すまねばならんな。勝利のため今は守りを固めなくては。おお、結構やるな。兵器の準備ができた。よし、速やかに戦線へ投入するのだ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。やりやがったな。借りは返す。覚えておけよ。よくやってくれた。おう、やるな。これでこの城の木は私たちのものです。笑顔で参りましょう。気あふれる活躍だ。この命ある限り私は立ち上がる。何度でもだ。よくやった。褒めてやろう。受けていただきます。この地は私がいただきましたわ。負けてはいない。私はすぐに戻ってくる。私の見事な布陣を見るがいい。意の有象無象などたやすく追い払えよう。さあ行きますよ。敵の要所を私たちが華麗に奪うのです。なぜこんな状況。いえ、席を取る前にまず魔女を救出させ。奇襲など通用すると思うな。諸葛亮、貴様の希望はその程度か。不屈の闘志、我が胸にあり。もう一度出撃する。よくやった。褒めてやろう。さあまだ終わってはおらぬ。長州、いざ参る。全軍を預かる私を狙う総理様を認めます。ですが、
撃はもはや虫の息よ。とどめを刺す。俺がいる限りここは抜かせないよ。安心してちょうだい。
思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。